針金ハンガーと松ぼっくりでできるリースを作ります。100均でこんな飾りを買ってきても可愛いです。いらないところを切っていきます。あ、切れた。はい、硬いので頑張ってください。で、針金でここがねじれてるところを頑張ってほどきます。よいしょ、こうやって外れます。で、輪っかにします。ぐるーっとして、頑張ってください。で、ここはペンチ使いながら、よいしょ、こう巻きつける感じで、でねじって、うん、ここくっついたかな。で、好きな形に曲げます。後でつる巻くので、少々こう尖ってても大丈夫です。じゃあ今回丸で、ない人は茶色とか緑色の針金を巻いていってください。こんな感じでこうぐるぐる巻いていきます。葉っぱはついてても取っちゃっても大丈夫です。できたらこの針金のネジネジは隠れた方がいいかもしれない。これで土台完成です。真っ白にしちゃわなくても。うん、これぐらいで。じゃあ松ぼっくりボンドでつけていきます。こういう大きめのやつが下に来た方が綺麗です。土台につけただけだと取れちゃうんで、あとで松ぼっくり同士もくっつけます。なのでこうギチギチにくっつけていきます。こう適当に刺してねじって、いい感じ。ちょっとずつ何か所か止めときましょうか。つきそうかな。いい感じ。で、結んでいきます。これで引っ掛ける部分ができました。で、次最後リボンをつけて完成です。今回レースとゴールドのやつにします。紐の部分に結んじゃっても大丈夫です。長
さはお好きな長さで。結んだら最後形を整えて真ん中に来るように調整して完成です。